湾初の自国建造潜水艦、海コン、ハイクンが、海でのテストを開始したという情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型コエとの話もある、台湾初建造潜水艦海コンの高性能スペックについて見ていきたいと思います。計画では8隻建造ですが、12隻という情報もあって、台湾海峡が、中国海軍にとって、厄介な海峡になる日は、あと数年で訪れるように思われます。搭載予定の最新魚雷 MK48 も気になるところです。2023年9月28日、台湾南部高雄市の台湾国際造船、台船で進水式が実施されました。台湾が、初めて国産で建造した通常動力型潜水艦海コン、ハイクンの偽装工事は順調に進んでいるとみられ、2024年2月27日には、イヌイドックに移される際の様子が撮影された動画も公開されました。ちなみに、海コンという艦名の由来は、中華民国台湾海軍の潜水艦の命名ルールに則ったものです。潜水艦の命名については、海足す動物名とされていて、海と曹氏の商用遊辺にある伝説の超巨大魚根を組み合わせたものです。今回の移動作業は、艦体を隠す目隠しなどがされないまま行われていたので、潜航時の海底地形探知などに使われる高周波ソナーや側面アレイソナー、魚雷発射管や排水口など、昨年9月の進水式では、国旗で覆い隠されていた艦首部分の各種装備を確認できました。海コンのサイズは、全長80メートル、排水量2500トン、3000トンともとされ、国産潜水艦とていうものの、戦闘システムは、アメリカの原潜に搭載されているロッキード・マーティン製のものが搭載されることになっている他にも、魚雷も最新技術を詰め込んだロッキード・マーティン製の MK48 を購入して搭載する予定ということです。機関方式はディーゼル・エレクトリックですが、潜航時の電力源にはリチウムイオン蓄電池が搭載されています。これは、日本の海自通常動力型潜水艦艘、竜型11番艦桜竜、12番艦東竜、後継のタイゲイ型1番艦タイゲイ、2番艦枠ゲイ、3番艦ジンゲイにも搭載されているのです。タイゲイ型と同様、高性能リチウムイオン蓄電池を大量に載せているとみられ、蓄電池の蓄電性能によって、タイゲイ型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と推測されているようです。海コンは、2020年11月24日に台湾国際造船で寄港され、進水までに3年を要してきましたが、台湾は、今後も、ハイクン級通常動力潜水艦を8隻、12隻とも建造する計画とされ、日本円で1兆6000億円に及ぶ予算を組んだと言われています。今回動画が公開されたハイクンですが、偽装工事完了後、台湾海軍に収益する時期について、蔡英文総統は、2024年末を目指していると発言したものの、軍事専門家の間では、それよりも遅れる可能性があるという声があります。2024年末から2025年にかけての時期になるだろうという推測が主流のようです。現時点で、台湾海軍は、通常動力型潜水艦4隻を保有していますが、すべて数世代前の旧式潜水艦で、最も新しい廃庫でさえ、1988年、昭和63年、収益ですから、慣例は36年になります。この海虎は、海琉球通常動力潜水艦の2番艦です。オランダ海軍のズバールトフィス級通常動力型潜水艦の改良型とされる2隻は、現在の台湾海軍では、貴重な虎の古的存在と言えましょう。基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルなので、海コンより一回り小さいのですが、ディーゼルエレクトリック推進で、水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを出せるほか、6門の 533mm 魚雷発射管からは、ハープーン追艦ミサイルを発射可能とされ、現時点でも、ある程度の戦闘力を持つ通常動力型潜水艦として評価されているそうです。しかし、この2隻は、
日本の海自潜水艦で言えば、すでに3世代前で全てが退役している渦潮型潜水艦と同世代なのです。さらに、2021年4月21日、乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラとも同世代の旧式潜水艦ですから、高性能化が進む中国海軍潜水艦の性能にはとても及ばないばかりか、練り度が低いと見られている中国軍の哨戒能力でも探知されるほどで、しかも運用が2隻のみでは中国にとっては大して脅威とはならないと見られてきました。なぜ2隻しか購入できなかったのでしょう。台湾海軍は海琉球潜水艦をオランダのスフェイエノール社から6隻購入する予定だったのですが、契約について中国がオランダ政府に強い外交圧力をかけたので、中国との関係悪化を恐れたオランダ政府はストップをかけたとされています。要するに中国の横やりです。台湾海軍は海琉球以外通常動力型潜水艦を2隻保有していますが、すべて太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造した通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたといういわば骨董品というわけです。そのうちの1隻海氏は1945年昭和20年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスです。1973年12月4日に台湾に売却され使用されていましたが、近年艦隊の耐圧柄の歪みが見つかったため、水深 20m までしか潜れないと言われています。もう一隻のアザラシも1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが、退役後に台湾海軍に売却されたもので、海氏と同じく、潜水深度は 20m ほどと推測されているので、中国海軍にとって脅威となる存在ではありません。この台湾海軍が今後日本の最新鋭潜水艦タイゲイ型と同等か、それ以上の性能があるとも言われている潜水艦を12隻も保有することになれば、中国海軍にとっては厄介な存在になるのは間違いないと見られています。と言っても、前述のように国産潜水艦を建造した実績がない台湾が、いきなり戦後数々の潜水艦を自主開発し続けてきた日本の最新鋭潜水艦と比肩するほど高スペックな潜水艦を設計、建造したことについて、西側諸国メディアによると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国から技術提供が背景にあったのではないかという見方が広がっているとか。西側諸国の中で中国に表立って対抗し得るのはアメリカくらいのものでしょう。アメリカでは1959年に通常動力潜水艦バーベル級3隻を建造したのを最後に、同級の設計資料を日本とオランダに譲渡しています。日本では渦潮型、オランダでは台湾海軍海流の原型であるツバールトフィス級潜水艦に引き継がれました。それ以降、アメリカは原子力潜水艦しか建造していません。そして、ウミコンの蓄電池がリチウムイオン蓄電池であること、そう、流型とタイゲイ型に採用されている X 字舵が採用されていることなどから、設計、建造については、日本からの技術提供が水面下であったのではないかと見る向きもあるようです。これら以外にも、日本は水圧に耐える超高張力鋼の製造技術に長けているので、民生レベルでの技術協力という形で、製造に関する技術情報を提供している可能性があるという推理されてもいるようです。台湾の潜水艦建造で、ウミコン建造にめどがついたことで、さらに、中国大陸の内陸部を直接攻撃可能となる長射程のスタンドオフミサイルを発射できる潜水艦開発を進めるのではないかとの噂もあります。現在、反撃能力として、スタンドオフミサイルである、一認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めている日本と同様、台湾も中国軍による、台湾侵攻の可能性が高まった場合には、先制攻撃が必要という声が高まっているため、現在保有している中国大陸に届く射程約 600km の国産巡航ミサイル UFU-2E の量産を開始、射程 1200km の改良型も開発中だと伝わっています。
合わせてそれらを発射できる潜水艦を多数建造し、中国への抑止力にすべきという声が、台湾国内でも次第に高まりを見せていると言われています。中国がこれまでのように武力による威嚇で台湾を抑え込もうとするのは困難になっていくのではないかの見方が広がっているのです。